どうも、村上水軍、東洋の、村上元吉で、ござる。違うか。さあさあさあ、第2弾になる、スーパー、オズ対戦、S。今回から、初めて、参りますよ。ルートは、リアルロボットルートで、進めて、参ります。本筋では、ロンドベル隊に、早速任務が、発生した、模様です。どうやら、ルナ2が、DC 残党に、狙われているらしく、護衛に、向かってくれとの、内容のようです。一方で、DC 残党軍からなる、ティターンズという、治安維持部隊らしい組織が、連邦軍内部で、設立されるとかいう、噂があるようです。ブライトの情報では、すでにその組織は、活動を、始めている、そうです。そして、ルナ2の空域に、ロンドベル隊は、到着しますが、まだ、襲撃は、されては、いないようです。ブライトは、襲撃に備えて、先に、部隊を、展開させて、おきます。すると、ルナ2内部で、衝撃が起こります。すぐさま、ブライトは、エマとキースを、内部調査へと、向かわせます。しかし、その衝撃と、呼応するかのように、DC 残党が、現れます。ブライトは、急ぎ、エマとキースを、呼び戻すことに、しますが、しばらく、時間が、かかりそうです。今回は、第1話、立ち込める、暗雲マップで、ございます。本来なら、地球連邦軍の、外郭組織である、ロンドベル隊が、活躍する、スパロボ役で、ございますが、今回は、地球連邦内に、発足した、ティターンズなる、組織の他に、我が、スペシャルズの、特殊部隊も、発足したという体で、お送り、いたしていこうかと、思っとりまする。なんせ、それほど、上官パイロットが、おらぬ、スペシャルズ、改め、オズ隊なので、それっぽい人材は、積極的に、自分に組み込んで、行こうと、思っておりまするぜ。まずは、トレイズ准将から、一言。将たる者、果敢に挑んで、行かねばならぬ。皆の者、参るぞ。というわけで、本来なら、ルナ通常で、敵が、近づいてくるのを、迎え撃つ、構えを取り、有利に、戦局を、進めたいところでは、ありますが、とりあえずなら、そういう選択は、せんだろなと、思い、あえて、味方の、帰りも待たずに、敵将めがけて、突き進ませて、みました。んでですね、説明しなきゃ、いけないことが、山ほどあるので、大変なのですが、当初は、ゼクス隊で、始めようかなと、思っておりましたが、直前で、トレイズ准将、率いる、本隊で、始めることに、いたしました。それで、先ほど、申し上げましたように、上官パイロットが、少ないんじゃね？問題が、ございますので、劇中で、見る限り、隠れ、トレイズ派とでも、言うんでしょうか。ミリアルドが、リーブラの四方を、トールギス2めがけて、発射しようとしたのを、妨害した。ドロシー城を、今回、部隊の、一員に、組み込みましたぜ。先にプレイした、アクシズ軍では、分裂は、しなかった。という体で、お送り、いたしましたが、今回の、オズ隊も、属軍に、落とされたり、トレイズ准将が、幽閉されたりは、しなかったと、いう体で、お送りいたして、いきたいと、思っておりまする。そんでもって、今回の、一般兵君たちの、代わりは、連邦兵君や、エウーゴ兵君たちに、お願いして、おりまするぜ。敵の、シーマ隊が、現れましたよ。スパロボ F は、ほんと、第1話が、難易度高いと、思いまするぜ。話を、味方ユニットに、移しまして、今回、ドロシー城や、
一般兵君たちには、エアリーズの、飛行方を、当てがって、見ましたよ。組んでもって、元気、エアリーズは、さすがに、味気ないと、思いまして、トレイズと、レディアンには、リーオンに見立てた、トーラスを、ご用意、いたしましたぜ。中身は、通常のエアリーズですが、リーオンに、近づけるため。おっと、ここで、味方の輸送機が、マップ左上に、出現、いたしました。あくまで、手ですがね。話を、なんちゃってリーオンに、戻します。移動は、陸型にして、変形は、持ち、できませんし、しません。武器も、ビームカノンと、ビームサーベルに、変更いたしました。これで、二人は、積極的に、最前線で、戦え、一般兵君たちは、後方から、支援する体制で、部隊を、展開することが、できると、思いまする。では行く。バカだ、押されているのか。落ちろってんだよ。そんな攻撃は落ちん。そんなこと言うてると、早くも、トレイズ順将が、危うく、なりかけて、来ましたぜ。黒い三連星、二人目、撃墜ですぜ。パイロットの、情報というか、弱点かな。今回、本来は、F 前では、登場しない。中華、F 前とは、F 完結編と、区別した、言い方です。区別するために、勝手にそう、呼んでます。あしからず、無罪、撤退いたしましたね。ザ、ザクのくせに、避けたでー。と、トレイズが、追い込まれました。46じゃ、着替えを見せろ。いやいや、よくないでよ。これで、マップクリアが、怪しくなって、きましたぜ。エアリーズの、バーベラテトラに、対する、命中率が、25% って、出てましたな、さっき。ぐぬぬ、厳しいけど、やるしかないでよ。トレイズ様、ご無事ですか。無事だよ、レディアン。すぐに、救出に参ります。というわけで、全滅を免れるため、一度、戦艦に、トレイズのほか、周波した機体は、帰還させ、MO2 へ、撤退することに、いたしまするよ。今シリーズでは、ルナ2は、MO2 という体に、いたしますでよ。あ、そう。戦艦なんですが、アフターコロニー世界では、劇中に登場した、情報系型の、モビルスーツ輸送艦、みたいなユニットが、ございませんので、ブライトさんに、そのまま戦艦を、担当してもらって、おりまするよ。なので、今シリーズでは、戦艦は、防御に徹し、反撃を、行いませんので、ご理解をば。あくまで、輸送艦のせいです。耐えろ、レディアン。いやー、やばいぜよー。すんごくやばいぜよー。それでも、耐えれるはずじゃ。ナイス、トレイズが、あの始末じゃから。お前が、頼りぜよ。さあさあ、急ぎ、帰還させ。MO2 へ、逃げ込むんだー。先ほど、中途になっていた、パイロットの、弱点の、剣ですが、本来、トレイズや、レディアンらは、F 前では、パイロットとして、登場しないので、いささか、難がございまして、精神コマンドが、一つしか、ございません。その上、多分、いつまで経っても、覚えることが、ないと、思われまする。なので、こちらで、精神コマンドを、付与しなければ、なりません。私の前に出るのは、運が悪かったね。やっぱ、シーマは、強いぜよ。こんなの、倒せるのかなと、いつも、思ってしまうぜ。まだ、ガイアのおっちゃんも、残ってるしね。なんとか、MO2 に、張り付くことに成功いたしましたぜ。
こからでよ。果たして 25% の命中率でどれほどやれるものなのか。私は遠慮はしなくてよ。ドロシーは50にもあるのね。助かるでよ。ナイス、当てた、当てたよ。お前も続けー。ナイス、マジで当てよった。やるじゃんか。あと二撃ってところかな。ドロシーに来てくれたのはメッケモンジャキに。むむむ、さすがに避けるか。ナイス、地形効果の賜物じゃ。ドロシーは再び帰還させます。空いたスペースにビームサーベルを持ったトーラスを滑り込ませます。で、あじゃ攻撃できないでよ。なぜなんじゃ。調べましたところ、ミサイルからビームサーベルに変更したので、帰還するとなぜかはわかりませんが、ビームサーベルが使用不可になってしまうようです。ビーブキはビーブキからしか変更できんちゅうことかいな。ぐぬぬ、また一つ問題が増えましたぜ。ま、そうは言うても今は目の前の敵を倒すのが先決じゃば。絶対にガーベラテトラに MO 通常に侵入されてはいかんぜよ。みんな必死に守るのじゃ。ギリギリ。じゃあまだ来るー。ナイス、誰かまだわからんが、一応一般兵君たちにも仮に名前をつけておりますが、隊長以外は判別つきませぬ。隊長は新トレーズ派だったクライスト君ちゅうことにしてありますぜ。いけー、レディアン。やった、やったよー。ようやく、マップクリアが、見えてきましたぜ。その他の、一般兵君たちには、オットー、ワーカー、トラント、ニコルと、名付けてありまする。なので、ちょくちょく、そういった名前で、これから、呼んで、いくかもなので、温かい目で、見てやってくださいな。ザクは意外とシールド防御してくるぜよ。本筋ではゲッターチームが合流します。どうやらゲッターチームはロボット工学の博士たちが何人も行方不明になっている件を調査するために空に上がってきたようです。ロンドベル隊はゲッターチームを民間人扱いとしてその護衛につくという言い訳を用意して、彼らと共に行動することにします。そのゲッターチームはサイドセブンにいるカッシュ博士に会いに行くようです。さあ残るボスクラスはガイア一人だけでよ。トレイズを倒された時にはどうなることかと思いましたが、レディアント草のおかげで、なんとか、盛り返せましたよ。これ以上先に行かせはしない。よしよし。敵も、やりおるわい。オズ隊の、優位性は、射程距離、だけじゃばね。あ、そうだ、トーラスの、ビームサーベル問題をどうにかせねば。ビームコートをまとったポセイダル軍との次のマップからの戦いに大いなる支障が出るぜよ。あと気づいたんですが、ドロシー城のレベルがずっとゼロのままなんです。問題も発生しておりまするよ。いやあ、精神コマンドの問題とかもあり、問題山積じゃー。ガイア、撃墜。それでは、
次回マップは、ザ・ストレンジャー、じゃったかな？そちらでまた、お会い、いたしましょう。またねー。